2024年からの展望。新たな10年周期の始まりで、破壊と創造によって世界が激変し発展に向かう。お金、仕事、社会常識などの古い価値観が変貌する。古い価値観に執着する人は排除される。人生観や生き方を見直す人が増える。時代や常識に流されることのない個性的な人生観が貴重になる。直感、個性、才能を大切にする人が活躍できる。社会、仕事、人間関係などの外的環境の問題に執着する人は排除される。ミサイルが降ろうが、天変地異が来ようが、どう生きるのかは個人にしか決められない。技術とアナログ文化を組み合わせた人が豊かさを享受できる。最強の武器と秘訣は笑うこと。笑って楽しい毎日を過ごす人には福が来る。